鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に航空自衛隊の基地建設が始まってから1年が経過しました。滑走路を造成して島全体を航空基地とする工事が進められているようです。今回は防衛省が公開した馬毛島のイメージ図を見ながら出雲&加賀の係留、入港について見ていこうと思います。F-35B 戦闘機が配備されるニュータバル基地と馬毛島との距離もかなり近いようです。2023年1月12日、鹿児島の新聞社が基地建設工事が進む馬毛島の様子を航空機から取材した記事を写真とともに掲載しました。記事を紹介しますね。島では森林伐採や造成が進み、作業用らしい羊舗装道が全域に張り巡らされて、あらゆる場所で重機が稼働している。海沿いには岸壁から沖へ大型専用の仮設桟橋が伸びて、内陸部にも建物が立ち並んでいるとのことです。基地建設が本格的に進められていると伝えているのです。2021年8月6日、防衛省はアメリカ海軍空母艦載機の訓練や空自機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設する場所として、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。これに合わせて、同等に整備する予定の港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したというわけです。馬毛島は、大隅諸島に属していて、ロケット発射基地として知られる種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方キロメートル、周囲 16.5km、大部分が低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は馬毛島開発の15人の従業員が住民登録されていたので、その時点では有人島になっていたようです。島の位置や形状を判断し、2007年頃からは、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されるようになりました。その後、2010年、平成22年には、馬毛島を自衛隊施設として使用すると防衛省が決定しました。滑走路を整備して航空基地だけでなく、上陸演習場や事前集積拠点としても利用し、それ以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用するという計画を立案し、種子島などでは地元説明会を開いていたのです。しかし、馬毛島では、2011年、平成23年に、馬毛島開発のオーナー一族でトラブルが発生しただけでなく、滑走路建設などが、原因のトラブルも多々発生したのです。そのせいで計画は危ぶまれていましたが、日本政府は、アメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として、2+2の公文書に明記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を、海自・空自両守る隊の拠点として活用する方針を発表し、翌2019年にタストンエアポート社との間で売買契約が成立したので、基地建設計画を進めているというわけです。南日本新聞記事によれば、基地本体着工から1月12日までの1年で、建物や施設が増えたので、あたかも、基地のための町が出現したようだと述べています。島の中央部には、10棟以上の建物が密集、宿舎の発電機や重機用の燃料タンク、コンクリートプラントもなども確認されます。基地建設工事開始前からあった島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全然認められなかったそうです。防衛省の計画では、基地滑走路は、島の北北西から、南南東にかけての2450メートルの死滑走路と、1830メートルの横風用滑走路の2本です。この2本がくの字の形に交わるように設計されています。滑走路地区の工事は、2024年9月頃には完了見込みですが、現時点では、全体像はまだ確認できません。防衛省のイメージ図には、島東側の海岸線に、
3本の桟橋など感染係留施設の設置が予定されています。このような桟橋は、現在、空母化改修工事中の出雲、片越艦、基準排水量 19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸や入港を可能にするためのものです。山橋の他には、防波堤や消波日下げなども建設される予定で、これらは、馬毛島に、大量の、物資や人員、燃料などを搬入するためには必須のもので、桟橋は、沖合1300メートルまで伸ばす予定とか。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備のための関連施設、管制塔など飛行場支援施設が記入されています。その他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫、燃料庫、弾薬庫、桟橋から陸揚げした物資を収容する施設などが配置されているのです。アメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、横須賀を母港とし、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は、横須賀に寄港することになっています。その間は、艦載機パイロットは、空母から離発着はできません。その代わり、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場で FCLP を行うことが義務付けられています。平時は、おおむね、年に1回か2回、5月か8月に実施されるのが通常で、訓練1回につき、10日間ほど昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われます。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返すものですが、日中はともかく、夜間、離着陸訓練 NLP となると騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は、第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地を陸上基地にしていたので、当初、横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも市街地近くなので、騒音問題が絶えませんでした。そのため、1991年、平成3年8月からは、南に遠く離れた小笠原諸島の洋島基地で実施されるようになっていました。しかし、厚木基地から硫黄島基地までの距離は約 1000km。長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費を強いられるなど、アメリカ軍は経費増大を不満としていました。そして、2017年、平成29年、空母艦載機が、山口県岩国基地に移転してからは、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。アメリカ軍の経費って、日本も分担させられていますよね。足りなければ自腹でと思うのは筆者だけでしょうか。太平洋戦争の激戦地だった洋島は、距離が遠いだけではなく、現在も火山活動が活発なことも理由にされているのでしょうね。アメリカ海軍は、岩国基地から近い馬毛島での FCLP は、総主を挙げて歓迎しているとか。馬毛島の基地建設については、反対を表明する市民もいます。馬毛島を管轄するのは種子島の西の表市ですが、2021年1月の市長選挙では、基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声もあるようです。ただし、市議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢です。今後の市長と反対派市議の動きが注目されますが、種子島島の3市町村のうち、西之表市以外の中種町と南種町では、町も町議会も賛成しているそうです。防衛省は、海自、空自、陸自それぞれに、馬毛島での訓練を計画。150から200名の隊員を常駐させる予定と言います。種子島に宿舎を建設し、家族も居住させるようです。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員を置き、それ以外の基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤させる予定にしているそうです。ということは、過疎が進む種子島に、1000人近くの若い世代人口が増える見込みなので、地元では地域活性化につながると歓迎する声も多いようです。さらに、
基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などは地元で購入すると思われるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献してくれると期待している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民は自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようですね。